ということで、すみません。皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。小関圭一でございます。競馬予想動画、始まりました。始まっちゃいました。始めてみました。何がおかしいかわかんないですけどね。はい。ということで、競馬予想動画、今日も、始まりました。このね、前のね、動画にね、アーリントンカップ、動画でアップしたんで、そちらの方もですね、見ていただけたらと思います。今日はですね、家からなんですよ。アーリントンカップのね、動画でもね、言ったんですけど、今日はね、家からなんですよ。見てください、この白い壁。久々にね、家からのね、アップロードなんでね、もう聞いてください。トラックの音が全然しないという。僕のね、声がね、もうね、100%ね、おそらくお届けできてると思うんですよね。はい。じゃあ、ということで、ですね、今回の競馬予想動画はですね、2月28日、阪神競馬場で行われる、阪急杯 G3 の、予想動画でございます。早速いきたいと思います。じゃあ、こちらでございます。はい。2月28日、第60回、阪神11日、芝1800メートルなんですね、これね。阪急杯 G3 ということで、僕は5番と、すみません、今回ですね、印はつけませんでした。5番か13番、もしくはこの2頭ということで、ミッキーミッキーでいきます。ミッキーラブソング、ミッキーアイル、特にミッキーアイルはね、もう強いですよね、これね、もう G1 戦線ばっかり走ってる馬なんでね、なんで G3 に出てくるんだろうかっていうね、ちょっと桁違いな多分馬で、おそらく一番人気にはなってきちゃうと思います。はい。でも一応、ミッキーミッキーということでね、ミッキーが2人いるんでね、勝敗をね、決するっていうかね、なんて言うんだろう、どっちが真のミッキーか、このレースで勝負してやるみたいなね。今現在だったらミッキーアイルの方がね、バカ者めっていう感じなんですけどね。ミッキーラブソングもね、恋歌ね、歌いながらね、ララララ、私はあなたに勝つ。今日の飯はとんかつ。みたいなね。ミッキーアイルのアイルって何ですか、これ。どういう意味なんですか、アイルって。ああ、いるいるっていう意味じゃないですよね。ということで、別にふざけてるわけじゃないです。ですね、まずミッキーアイルは、さっきも言った通り、もう G1 戦線を走ってる馬なんですよ、これはね。はい。年が変わって、5歳になりますけど、まだ5歳ですからね。人間で言ったら僕とほぼ変わんない年齢で、僕36なんですけど、35なんですけど、まだ今年36だよね。はい。まだ全然バリバリね、やれる馬なんですよ。はい。ハッサムウェイでさえ G1 ね、カンパニーとかね、取っちゃうんですよね。うん。そんなレベルですからね、まだまだ。で、そのミッキーラブソングも同じく5歳ということで、はい。で、ミッキーラブソングは前走金牌をね、3着で取ってるんです。はい。7番人気で3着ということで、はい。で、小牧太志騎手です。はい。これはね、ちょっとね、僕がキーワードなんです。小牧太志騎手。はい。これキーワードなんですけども、はい。で、あとはですね、8、11、18っておそらく見えたと思うんですけども、マイネル・アラウト、これも東京新聞杯を、3着ということで、はい。で、あとはですね、オメガ・ベンデッタ、はい。ベンデッタ、武豊騎手ということで 選んでみました。はい。金牌はね、京都金牌はね、ボロクソ負けだ、2番人気ながらボロクソ負けで終わってますけどね。毎日スワンで3着ということで、その時のね、気持ちでね、レースに臨んでいただけたら、きっといい成績ではあると思います。はい。で、あと18番、健闘王ということで、はい。健闘王はですね、条件戦は上がってきての、そうですね、オープンで1回走ってますけども、はい。外は一番外枠ですけども、成績がいいんでっていうことで考えてみました。はい。そうですね、こういうミッキーミッキーでね、勝負してみたいと思います。はい。どっちもね、男なんでね、どっちかがね、女の子だったらね、ここはディズニーランドかって、阪神だぞ。
ね、あの USJ じゃねえのかっていう感じでね、あの思うんですけども、どっちもね男なんでね、どっちが真のミッキーかっていうことでね、はい、あの考えてみました。どっちが真のミッキーかって言っても、あのこれ以外にもねありえますからね。ねえ、あのどっちが真のミッキーかっていうのは、なんその、あの外野で勝手にやれってね。だからそうなんですよね、あのこういうレースも面白いかもしれないですよね。同じ厩舎とか同じあのなんつうの、もうクラス関係なく、同じ厩舎とか同じ馬をあのねこうレースにねドーンと出してね走らせたらいいですよね。大体ねな、あの12レースぐらいでね、あのね何々厩舎杯とかってね、はい、あのそしたらまあその厩舎の中のね G1 で走ってるね馬とかがね、もう絶対にねあの1着に来ちゃうんですけどもね、いや競馬っていうのは分かりません。500万下がいきなり G1 馬をねあの抜いちゃう可能性ありますからね。なんだおめえら、俺は G1 で走ってんだぞって言っても、あのね何をお前に負けるかって、俺の方が早いんだってピューって言っちゃうことがね、なんかねそんなレースもね、うん、あったら面白いんですけどね。G1 馬なんかダントツ一番人気で、500万下とか新馬戦なんか、あのね新馬の馬なんかあのね100倍とかつくと思うんですけども、ただそれをあのこうカーってやらしたら、あの分かんないよみたいなね。見てください、なんか変な髪型になっちゃって。と僕は思います。はい、ということでですね、今回の予想阪急杯はですね、あのミッキーラブソングとミッキーアイル、この2頭で、この2頭軸で、はい、行ってみたいと思います。馬連ワイドで、馬単一応買っとくかな、馬単200円ぐらい、はい、200円ずつで、はい、まあ馬連ワイドなんでね、500で、はい、あのちゃんとね、あのこうやって言いますけど、ちゃんと僕電話投票権持ってるんでね。勝手にあのあれですよ、調べたらダメですよ、はい、あのね、ありますんで、はい、あの必ずあのそうですね、あのかけるところをねお見せしたらあのいいんですけどね、こういうのがございましてですね。あのちゃんとね、あのありますんでね、アプリがですね、はい、あのそういうところをねお見せできたらいいんですけども、ちゃんとあのかけておりますので、はい、でもあの前回は外しました。予想は当てるんですけど、あの馬券外すんですよね、はい、こうやってあの自分で予想しておきながら、自分を信用しないで、あの予想以外であれして、であの、ね、結局あのこのね予想したやつが来るとかってね、あの前回そうでした、前回フェブラリー、まさにフェブラリーそうでした。うん、あの余計なこと考えてね、あこっちを買おうっつって買ったっけね、あの自分のね予想動画を見て、あのその通り買えば当たってたのに、あのピケなんだっけ、竹豊買ったのかな、竹豊買った、なんだっけな、なんか違うな、なんか買って、まああの1番2番人気でしたよね確かね、あのうん、で結局あのそれをあの買わないで他のやつ買って、まあ1番2番人気でね、あのやっぱりオッズはね少ないですけどもね、うん、でも当たればね100円が200円になるだけでもね、あの多分いいと思うんですけども、自分のあれを信用しないで、はい、そんな予想屋でございます。本職はトラックですけどね。一応副業なのかな、これ全然あのねあれなんですけど、うん、一応ね、くだらない予想動画を上げておりますけども、はい、ということで、次はですね、あの中山競馬場で行われるあの中山記念の方をですね、あのアップロードしていきたいと思います。はい、ここまで、くだらない話に付き合っていただいて、ね、あの滑舌悪いんでね、あのうまく本当にね喋れてないかもしれないですけども、あのここまで見ていただいてありがとうございました。とりあえず一旦終わります。いやもう昔もうねジャスタメだよってやつなんですけど、やっぱりジャスタメ競馬予想動画っていうね、なんかねもうねあれなんですけども、やっぱり自分のね本名がねもう YouTube の方に出ちゃってるんでね。小関圭一予想動画でございました。これをねあのね言い慣れないと、あのいい加減で、はい、あのダメですね。はい、ということで、小関圭一予想動画でした。次は中山記念を取りたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。